PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは614本目アルシャークをお送りします。パソコンから移植されました SFRPG ライトスタックだ、はい。主人公のシオン君となって、アルシャークの謎を解くのがね、目的でございます。アルシャークとは一体何なのか、一体誰なのか、一体何なのかね。こんばんは、はい。ゲームを進めていくうちに分かるですね。はい、壮大な SF、スペースロマン。いちこめさん、黒金さん、3年 B 組ドンパチ先生さん、10万石さん、サンチさん、ゴールデンバーグさん、ダルダツムさん、いらっしゃい。黒金さん、ありがとうございます。はい、94年8月26日発売、ビクターエンターテインメント発売、スーパー CD ロムロム8800円、 RPG 一人用です。バックアップは1箇所930バイト、最大2箇所までとなっております。はい、これもね、結構延期されてね、はい、ようやく発売されました。開発はライトスタッフ。はい、最初はライトスタッフ発売だったのがね、確かいつの間にかビクターさんに なってたような気が。はい、それでは行きましょう。アルシャーク。ビクター。ヨシベイさんです。300年前、一隻の職人船がその宇宙を発見した。それは広大無辺の宇宙において幸運以外の何者でもない。もしも神という概念が存在するならば、それこそが奇跡であっただろう。吉兵衛さん、ありです。近接する3つの恒星系はそのいずれもが植民可能な惑星を有していたのである。植民船はその宇宙の中でも最も美しい惑星に着陸した。新天地に降り立った人々は緑の大地と青い空に歓喜し、その喜びを分かち合った。どんな物語が始まるのか、植民船がね、はい、ようやく惑星見つけたと。植民船の指導者ウエー・ドゥムナは人々をダイナの丘に集め、これからの平和と繁栄を固く誓った。そしてその惑星をマーズと名付けた。マーズ。だがその宇宙には彼らマーズ人以外にも知的生命体が存在していたのである。まあね、はい、先住民がいると。世襲制の貴族社会を基盤とし、高い文化レベルを誇るユリア人。ユリア人、エルフみたいなね。特殊な能力を持つ王族に率いられ、精神能力の発達したゾリアス人。ゾリアス人、なんか、ね、角が生えてる。保守的で原始的な生活を営むミュントス人。ミュントス人、ちょっとエイリアンっぽいね、はい。ウェードムナはそれぞれの種族の長を弟子とした。そして植民船によってもたらされた高い文明をそれぞれの種族にそれぞれの形で伝えた。うん、教えたんですね。ただミュントス人のみがそれを拒んだのである。あ、ミュントス人はね、はい、もうここまでは平和。ここまで平和ですよね。ウェードゥムナの死後、弟子たちはそれぞれの惑星へ戻り、それぞれの考える理想の国家を築き上げた。いいかさん、ここまで国に平和ですよ、はい、非常に平和です。もうすでに遠い過去のこととなってしまったウィスペラードの歴史の
1ページで赤戸大門先生、あ、だいぶ前なんですね、しかしね、これはね、今の話はね、はい、そこから、いくら経ったんですかね、300年後、今の、ね、最初に植民船が降り立ってから300年後、終わったな、イエーイ。イエーイ、猫じゃらしさん、森さんが一番最高、イエーイ、ドロジーさんがいて、あっしゃー、チャキー。はい、まだここまでね、タイトルは回収されてませんけれどもね、いつ回収されるんでしょうか。はい、再起動しないといけないということでね、はい、テラフォーミングと違って一応仲良くなれた世界線、初期はしとこうか、じゃしょうがない、900何バイトだっけ、8倍、半分使いますからね、容量ね。ビクター JBC、 はい、開始。コスマの街から始まります。きっとみんなで仲良く暮らす物語なんだろうな。ラジオさんで、サメが出てきた。シオン、おはよう。シオン、朝だよ。シオン、起きる。シオン、朝だよ。シオン、起きる。赤戸大門先生、アリアです。カル、飯使いロボットです。もう10分だけ寝かせてくれよ、カル。ダメ、カル、シオン、アシボがね、進化しました。アイボが、アイボが。うわぁ、起こしてくれる、いいですね、会話ができて。モスコさんはね、カル、ワンダさんに、シオン起きた、シオン起きた、シオン起きた。昨日に、セーラームーンに引き続いて、フリアさんがアスキーアート省略、農協牛乳さんに、お、ビクター犬のクー、まったくカルのやつ、ほら大丈夫、こっちは昨日の隕石騒動でほとんど眠ってないっていうのに、隕石が落ちたんですね、騒動があったと、クー、おはよう。おはよう、シオン。お母さん若いね。ねえ、父さん。お母さん、昨日落ちた隕石のことだけど。ああ、そのことだったら、これからマモンたちと調査に行くことになっている。お母さん若いわね。俺も連れてってもらえないかな。ジド。残念だ。ジドじゃないんだね。ジド。仕事だから連れて行ってはやれないな。珍しいね、ジド。まあ、そうがっかりするな。隕石は逃げやしないさ。何のチャンネルさんって。調査が済んだら、また連れて行ってやるよ。お父さんの言う通りよ。そうなさい、シオン。分かったよ。ジドとルシアね、はい、友達のお父さんがそろそろ出かけるとするかな。名前が意味悪い。夕霧楓さんがね、じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。はい、元気よくお父さん行ってきました。はい、ここから操作可能ですね。ワンボタンで、ウィンドウオープン。システム作戦、話しかけるね、データさん強くね、はい、レベル1からセレクトで、いろいろできますね、いろいろできますね。隕石を見に行くのはダメよ。あと何かなかったっけ、話しかける、証拠にしてみてよ。これね、ですからこあれだ、これ仲間増えると相談ね、相談ができます。ノーコンケートされて、昨日のね、ありましたけども、ポップルメールとか、それから今やってるファージャスの邪行展にもなりますけど、そんな同じ感じ、はい、パーティーメンバーにね、話しかけたりすることができる。ディオン、心拍数測りいつもより高い、何か企んでる。他に何かなかったっけ。ポテグタを見つけた、やったぜ。あ、見つかった。取られちゃったのか。翔子、はい、隣の翔子ちゃんち、幼馴染の翔子ちゃんにですね。あいつどこ行ったんだ。お茶目なことしますね。びっくりした、脅かすなよ。リンバクさんあれです。勝手に人の家に上がり込んでくるからよ。ね、まあ、メガネっぽいです、メガネかわいい。ところでさ、隕石のことね。あ、
父さんに連れてってくれるように頼んだんだけど、ダメだった。私もよ。あの感じだと割と近くに落ちたんじゃないかしら。ああ、大体の見当はつくんだけどね。おそらくザクセンキャニオンの谷間だろう。ザクセンキャニオンの谷だったら二人で行ってみない？企んでるね。でもギギとかいて結構危ないかもしれないな。ちょっと待ってて。ハンドガンか。風邪としきだる。お父様がしまってるところを見てたの。ハンドガンを。よし、行ってみるか。そうこなくちゃ。はい、仲間になりました。ハンドガン。それ危ないわ。アイテムをハンドガン。あれ、装備か。あ、装備結構ね。ハンドガン。しょうこちゃんはハンドガン持ってる。あ、しょうこちゃん左利きなんだね。猫の話かというでしょうね。ギギ、あ、早く隕石を見てみたいわ。よし、じゃあ行きましょうか。あ、一応セーブしとこうかね。やられたらセーブしたとこからですかね。町の外には出ちゃいけんね。恐ろしい虫たち、それがギギのことですね。虫がいるから、まあでも出ちゃいます。若いからね、ちょっと好奇心旺盛なこの二人が、出て北のザクセンキャニオン。おっと、わお、ワクプです。はい、こんな風にね、こんな感じのセルフエメドラに近い58個目だみたい。よし、惑星ホメ、惑星ホームホム。ザクセンキャニオン。ピン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 。ピン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 。この子の BGM。ピンピン、まだまだね、ピクニック気分ですから。はい。おっと。わお。あお。ワクオクス買ってきようだよね。変化はそこまで激しくないですね。そうですね、ここまで2回しか会ってない。どうやらここが落下地点みたいだな。シオン、早く早く。分かってますって。お、あの隕石じゃないぞ。隠れろ。宇宙船じゃないか。何あれ。ゲストさんあれです。連邦軍の船かしら。でも見慣れないタイプの船ね。見慣れないタイプだぞ。なんてこった。あれはゾリアス帝国の戦闘艇だぞ。ゾリアス、ゾリアスって帝国軍がなんでこんなところに来てんのよ。ゾリアス帝国。そんなことが俺にわかるわけね。出てくるぞ。お父様たちが捕まってるわ。静かに。見つかったら俺たちもどうなるか。でもだってシオン、なんとかしないとみんな殺されちゃうわ。落ち着いて証拠。まだ殺されると決まったわけじゃないだろう。そんな、お父さんが俺がかびた。マモンさんが何か来る。ふん、悪くない。おい、マモン。なんてこった。あ、マモンだ。やれ、マモンの顔が変わった。あ、急げ。アルシャークはそう遠くへは行っていないはずだ。アルシャーク、ここでアルシャーク、タイトル回収。あ、ついでに探査車も破壊されてしまった。父さん、アルシャークは移動する何かなのか。父さん、しかしこの BGM である
やっぱ詐欺では。父さん、父さん、しっかりして、父さん、父さん。しかしこの BGM である。 BGM、 わらわら。なぜここに。父さん、そんなことよりも早くなんとかしないと。私は今のお姉さんがあるサメですか。なぜさん、ごめんね。今のはあの帝国軍の船ですね。おじさま、死んじゃダメ。お父さま、なぜこんな。いいか、二人とも私の話をよく聞くんだ。ジョースクラップジョーのもとへ行くのだ。スクラップジョー、彼ならきっと力になってくれるはずだ。マモンに一体何か起こったのか。あいつらはこの隕石でやってきた何者かを追ってきた。それは顎が割れた人ですか。シャー、隕石に乗ってアルシャークがやってきたんです。父さん、隕石に乗って。父さん、エイリアンなのか。アルシャークは、ちくしょう。そうそう、顎が割れた人だね。あいつら、あのゾリアス兵ども絶対に許さない。シオン、私、なんて言っていいのか。でも、私のお父様を恨まないで。これには何か、きっと訳が、きっと訳があるはず。突然表現しちゃったから。分かってるよ、ショーコ。悪いのはあのゾリアス兵どもだ。奴ら、魔物おじさんに何かしたに違いないんだ。俺がその秘密を暴いて、おじさんを助け出してみせる。アルシャーク、スーザンさんいらっしゃい。だから安心して。シオン、さ、一旦ここを離れよう。もしかすると奴らが戻ってくるかもしれない。はい、ねえ、当然こんなことが起きてしまった。なんてことだ、父さんが、父さんが死んじまうなんて。ショコちゃんは、お父様があんなことをするなんて、私どうすればいいのしよ。とにかくコスマの町に戻って母さんにこのことを話そう。はい、というわけでね、ここで話しかけると次に行く目的地とかね、分かりやすいんで、はい、じゃあ戻りましょう。おっと、息の野郎、ショコちゃん死にそう。ショコちゃん死にそう。ふぅ、レベルアップ。その割に BGM 変わらないの、どうしても気になる。ちょっとかね、危ない時はセーフ。でんでって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 でレベルをね、そのエリアで一定のレベルいくともう敵が出なくなっちゃったような気がするんですよね。確かね、レベル上げしようと思って全然敵が出てこなかった時が、最初はすごいね、変化激しいとこでも、レベルが上がると確かね、出てこなかったような気が、記憶があるんだよね。あ、一人でダメでしたっけ、これね。一人死亡でダメでしたっけ。それ覚えてなかった。はい、ちょっとお母さんにね、報告しないといけない。あと宇宙船でのね、宇宙で戦闘があるんですけどね、宇宙では戦闘機に乗ってね、戦闘機と宇宙船に乗って戦闘がありますね。シューティングになる時ありますね。なんてこった。あれ、おかえりしよう。こんにちは、しょうこ。カル、母さんはどこ行ったんだ。母さんがいない。コインさんあれだよ。カル、知らない。
おばさまは出かけちゃったの？何も言わないで出かけた。行く先も言わないでか。カル、わからない。ダメだ、カルは旧型だから画像再生装置を積んでないんだ。いや、新型だったら再生装置積んでるんだ。それにしても母さんが何も言わないで出かけるなんて嫌な予感がする。嫌な予感がするぜ。よし、カル、一緒に母さんを探しに行こうか。カル、シオンと一緒に行く。カルが仲間に加わった。見てくださいね、カルも、なんと戦闘できるんですね。はい、カルも仲間になります。なんだ、どうしてこんなところにギギの死体があるんだ。やだ、気味悪いから早く片付けちゃってよ、シオン。これなんで襲われちゃったのか、母さんが。あ、そうだ、ここにねプロテクターがあるんで、プロテクターをゲットしましょう。おいおい、プロテクター。イエス、間に合うな。よし、じゃあスクラップ場のとこに行きますか。大きな虫が繁殖してる。さっきのヒロインが途中からアルシャークが悪いのって言い出すんですよね。86個みたいな、まあ、キャラデータ同じですけどもアルシャークが悪いだとか言いません。回復でどこで出るんだっけ。回復してる、回復してないね。回復はどこで出るんだっけ。ベッドでできたっけ。回復してないな。回復しないと。あ、サバイバルナイフゲッツ、やったぜ。右手にハンドガン、左手にサバイバルナイフ。回復しようとかないのか。西にあるハマックの町の周辺は放射性廃棄物で汚染されてる。ここに放射能の廃棄処理場があるな。ヤマン子供にやられない、放射能で凶暴になった気がある。ヤマン子供にやられない。ヤマン役はいません。ジョコちゃんは割と一途ですよね。で、個性豊かなキャラクターがね、次から次へと仲間になってきますよ。結構ね、主人公のシオン君よりね、目立つね、大きな人がいましたね。ヨーソルさんやっちゃう。回復はどうやってやるんだっけ。回復魔法使いたんだっけ。ここにもラックスグループの廃棄物が、廃棄物が特殊能力か。まだできない。街に間違える。てか、サバイバル船とか2回攻撃できる。これカルコはそれじゃ装備がないから。違う、チョコちゃん死にそう。チョコちゃん死にそう。回復って驚いてるんだって。最初の街って回復どこにあったんだ。チョコちゃん死にそう。あ、これか。ホーム宇宙か。あれ、でもこれ宇宙かな。間違いなかった。自分の船を手に入れないと自由に宇宙を旅することは。そうなんです、このゲーム自由に宇宙をね旅することができるんです。宇宙旅するっていえばね、サイバーナイトがね、あんな感じで、サイバーナイトみたいにね、惑星から惑星に飛んだりねします。チケットが、また並んでる。チケット返してください。割り込まないでください。これ割り込むんじゃないと。3日並んでキャンセル待ちだって、大変だ。今バリアのさ、バリア様が、自家用宇宙船があるじゃないですか。チケットない方、あ、ここ宇宙港だから開けない。どこだっけ、街は。44枠とのことで、なかなかの大冒険ですね。あ、意外に直接動き回るのはなんかファミコンのディーバーっぽかった。あー、ディーバーみたいなやつありましたね。そんな感じ。そこまでかかってないね。50枠以上かかってたと思うんだけど、かかってなかった。チョコちゃん死にそう。ど
どこだっけ、次の町は当たっちゃったよ。どこなんだ、この最初の町だよね。2週目が楽しみです。2週目楽しみですね、これもね。これ確かブロマガの残してたかな、データを。ブロマガ残してたら、結構便利。宇宙動き回るというと銀座の人を思い出す。キャンプセットゲット。やったぞ、キャンプセットで回復できるな。銀座の3人もでしたかね。キャンプセットで回復できる。あと乗り物とかもね、いろいろ出てきますね。宇宙船だけじゃなくて戦車とかね。はい、やだ、回復だ。ぷーやぷーや、おー、サバイバルダイバーとかいいよ。スーパー予算では換金8300円、負けずれ7170円、本額1280円から必須ハンドブック1000円、合わせて是非を回収いからく。お高い、お高い。あ、ここか。はい、次の町があったとか、ここにスクラップ場がね、いるんですね。アルシャーク構想面白かったです。違う、違うだ。意外に難易度高いですよね。はい、CR がまあお金で、そうなんですよ、意外とそうなんですよね。ちょっとあのちゃんと開けとかないとね、あのちょっと厳、ね、宇宙船の戦闘とか確か厳しかった気がする。ノリノリですよ、BGM ね。で、SC っていうのはスクラップ、この敵からお金をね、お金とスクラップ交換できたりするんでね、ガラクタ。それで宇宙船を強化できるんですね。宇宙船の強化にあのスクラップがいるんで、はい。どっかで、お金とスクラップ変えたりとかね、スクラップをお金に変えたりとかね、してくれるところがあるんで、これで交換して宇宙船も強化していくということですね。まだまだ宇宙に出てからがまだね、本番でございますので、今日はちょっと序盤まで。はい、それでは所持率アンケートでございます。持ってる持ってた人は1番、2番はまだ持ってないよって人ですね。はい、まあ、サクサクなんでね、はい、難易度はちょっとね高めですけど、そんなにストレスはねかからないと思いますよ。エンカウントも少ないし、ただまあちょっと若干詰まったところがあったかな、なんか迷ったところがあったような気がする。はい、前回は 9.4% でした。若干低め。さあ行きましょう。テレ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 デザデンテレ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 デザデンテレ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 デザデンティーン。はい、今回アルシャークはこうなりました。テカテカテン 9.4 から8.7、ちょっとビゲンビゲン部屋から 1.1% 減ということで、ちょっと今日はお一人足りなかったってことか、それとも分母が増えたのかどちらか分かりませんけれども、はい、若干ビゲンということで、まあそんなに変わらない、まあ、高いですからね。はい、早い人はお早めにねゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、ご視聴、見てる人が増えたんですかね。まあ詰まったら私のねプロマガでも見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。今日は、アルシャークをお送りしました。明日は、明日もパソコンからの、ね、移植ですね。明日は移植でも今度はアクションゲーム、アクションゲームですね。あのロボットたちがやってきますよ、お楽しみに。ロボットアクションです。おつ、おつでした。おつでした。はい、おつでした。おつ、おつでした。おつでした。大暴れ、大暴れ。はい、おつでした。でした。はい、おでした。オツ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 でした。はい、おでした。 PC からの移植、アクション卒業だな。はい、はい、おです。